微算数理工学の12回目の授業、始めていきます。乱択データ構造のアルゴリズムの話の2回目になるんですけども、結局このデータ構造の方の話は何もしないことになって、今日もですね、このアルゴリズムの方の話になります。それでですね、どういうことをするのかと言いますと、この確率度推定という、この話を今日1回の話でやろうと思っています。で、これもですね、典型的な話、で、よくあるものなんですね。で、これ確率の推定っていうふうに言ってるんですけども、この次のところで話すような、次のところで次のページで話すような内容だと思ってください。で、どういうものなのかというと、こういう設定です。硬貨、コインが一つあります。で、これだけです。で、ただですね、このコインに対して、この投げた時に表が出る確率は、いつ投げても変わらないというふうにします。で、この確率を知らないので、これを知りたいということになります。ですね。表が出る確率を知りたいと。で、可能な操作は、この硬貨を投げることのみです。これだけです。で、つまり、これを何回か繰り返してですね、この確率知りたいということになるわけです。で、もうこれ、効果を投げることしかないので、だからここでそのアルゴリズムっていうふうに言ってるのは、もう投げるのは投げるんです。ただその投げたこのデータをですね、どう処理するのかということになるわけです。で、こういうことに、をちょっともう少し数学的になるという設定を考えますね。で、この表が出る確率は P、スモール P だとしましょうと。で、P は0以上1以下になっていると。で、この P を知らないので、これを知りたいということになるわけです。いいですか？で、こういう設定は今、効果っていうふうに言ってますけども、これはある意味でこの比喩というか、例え話だと思ってもらいたくて、こういう、形で、定式化というか、モデル化されるような問題っていうのはいくつもあります。で、ここに今、応用例として書いてあるのは、このモンテカルロ法とよく呼ばれるものですね。で、これ自体は、実際に使われない例なんですけども、このような形で考えるような話っていうのはよくあります。特にですね、よく言われるこの数値積分。数値積分っていうか、その積分を数値的に近似でして、求める定積分ですね。っていうような、ところでよく用いることがあります。で、定積分っていうのは、面積であったり体積であるというものを、表しているというふうに、思ってもらえばいいと思うので、その一例としてこういうのがあると思ってください。で、ここではその円周率っていうのを、その面積計算だと思って、やってみるというふうにします。ですね、このマイナス1から1まで、Y 軸、あ、X 軸、Y 軸にとって、その直積ですね、を取った形で作られるこの正方形があります。で、この中の点、XY、あ、これは X 座標が X で Y 座標が Y という点ですけども、これをですね、この正方形上の一応部分に沿って発生させます。したかって発生させます。で、この、点っていうのが、X2 乗プラス Y2 乗、小なり小1という条件を満たすんだったら、1を出力する。で、そうでなければ0を出力するっていう、こういう単純な、アルゴリズムを考えます。これアルゴリズムです。で、こうすると、この方法で、この1を出力する確率っていうのがちょうどこの4分の π になります。なんでかというと、今このですね、正方形の面積。これは一辺の長さこれ2ですから、これ4になります。で、一辺の長さ2なので、この今、この x2 乗 y プラス y2 乗小なり項1っていうのを満たす点、の集合ってのはこの黄色い円になるんですけども、この円の面積。この円の面積は、半径は1ですから、この半径1ですから、半径1ですから、これがですね、π になるわけです。ってことは、今言ってるこの1を出力する確率っていうのは、この面積の比ですね、4分の π になるわけです。ですか？この下の4。分母の4っていうのが、これですね。正方形の面積になっていると。で、円の面積が分子にしていると。こういうことですね。で、これは、とりもなおさず、先ほどの問題設定で言うと、この P を4分の π とした不公平な効果を考えていることと同じになるわけです。同じになるわけです。で、この P を知りたいって、こういう状況ですね。で、
つまりですね、この確率、この P が分かれば、それを4倍することによって、π というこの円周率が分かるということになるわけです。でですね、いわゆるこのモンテカルロ法と呼ばれている手法があるんですけども、これは、次の単純なアルゴリズムというのを実行します。で、次のっていうのは次のページです。で、こんな感じですね。効果をもう何度も投げます。もう、これしかできる操作はないので、まあ、これはするわけですけども、で、まあ、例えば、N 回投げるとしましょう。で、まあ、N は後で決めると。まあ、初めに決めるんですけども、で、これで、投げます。で、どうするかというと、ここで今この確率変数 xi っていうのを定義します。で、これは何かというと、i 回目に投げたときに表が出たら1、裏が出たら0とするという、そういう、確率変数です。で、何をするかというと、この xi っていうのはですね、この、まあ、決まるわけです。1か0か、ここ、その各、その、効果投げにおいて、1回目に投げたら x1 の実現値が定まると。そんな感じになってきますね。で、x1 から xn が決まったら、それらの平均、いわゆるその標本平均ですかね。n 分の x1 から xn は、というのを出力しましょうということにすると。で、まあ、これが、まあ、その t というのを、よく近似する。近い。ってことが、まあ、これは、これが、期待される。期待されるって言い方はあんまりよくないですね。良い近似であってほしいと。で、そうするとですね、良い近似って何なんだってことになりますし、まあ、そもそも本当にこの、P に、近いのかってことが、まあ、だんだん問題になるわけです。で、まあ、それをまず考えましょうと。で、まず考えるのはですね、これ自身は、確率変数なわけです。確率変数なんで、まあ、ちょっとこれ、今後これを、和の方かな？この、分子の方を、これを、ラージ X とことにしましょう。あ、これまだ出るのかな？すいません。置く前に。まずですね、今、出てきたこの出力、これの期待値を見ましょうと。で、そうすると、これ期待値の線形性から、こう期待値の線形性ですね。期待値の線形性から、これバラバラになります。で、バラバラになったので、この各 xi の期待値っていうのを知りたいんですけども、これは、いつもやってるような計算をすると、1という値を取る確率が P で、0という確率を取る、あ、0という値を取る確率が1マイナス P。なので、まあ、これで、これが、xi の期待値になります。で、これ P ですから、これ P ですね。これ P ですから、で、これ P を N 個足して N で割ってるので、これ P になります。ですかね。だから、この期待値自身がこの P になる。っていう、まあ、これすごく良い性質を持っています。つまり、この期待値は、まあ、推測としては正しい。ですね。で、まあ、こういうのっていうのは、これ、普遍推定っていうふうに、統計とかでは言います。それ何かっていうと、このような、今、これ、この n 分の x1 プラス点点点プラス xn っていうのは、この p の推定値なんですけども、それがですね、この確率変数の期待値が、その推定したい p と一致してるときに、この、まあ、普遍、推定量であるとかっていうふうに、まあ、言ったりします。アンバイアストですね。あ、英語で言ったらちゃんと書いておかないと。アンバイアストエスティメーターですね。なってると。で、だからこれ期待値の意味では、まあ、正しい推測になってるわけですけども、その、まあ、コイン投げの結果によっては、その、まあ、もちろんですね、この P というのが得られるわけではないわけですね。まあ、そもそも、今この P っていうのは、今ですね、さっき言ってたその例で言うと、この p っていうのが、4分の π なんで、これまあ、無理数なわけですよね。で、無理数で、これ、n 分のなんとかかんとかって、これ必ず有理数になります。だから、この p というもの、そのものがですね、この計算によって得られることはありません。ありません。だから、どっちにせよ、これ近似なわけです。これ近似値しか得られません。4分の π の。で、そうすると、その4分の π からですね、必ずこの、推測値、推定値っていうのは、このあたりこれずれるわけですね。実現値はこれずれるわけです。で、その、まあ、そのずれのことをここで誤差というふうに言いましょうと。すると、この誤差がですね、どんなものになるのかってことを知りたいということになるわけですね。で、気分としては、この N を大きくすると、この誤差が小さくなってほしいなっていう気になるわけですね。で、これ実際正しいんですけども、で、これがですね、じゃあその、例えばその誤差をどれぐらいに収めたいと思ったら、どれぐらいこの n をですね、大きくしなくちゃいけないんでしょうかってことを、これちょっとですね、真剣に考えてみたいわけです。皆さんですね、対数の法則とかですね、そういうものを、聞いたことがあるかもしれません。口で言ったらこう、そうですね、対数の法則。
とかっていうのを聞いたことがあるかもしれませんけど、で、これはですね、まあ、平たく言うと、ちょっと語弊があります。まあ、平たく言うと、このように作った、これですね。この、この N 分のなんとかっていう、この推定値がですね、N を大きくすると、この P に、ちゃんと、まあ、ある意味で収束していくということを、まあ、教えてくれるんですけれども、その収束の速さをですね、知りたいんです。で、これが割と重要で、皆さんですね、この数値計算とかですね、数値解析とかっていうような授業も、こう、取ってきたりしてると思うんですけども、収束するってこととですね、その収束がどれぐらいのスピードであるのかってことを、測るとか、考えるっていうのは、ちょっと、まあ、違う話なんですよね。で、その収束のスピードとかですね、収束の速さっていうのをちゃんと評価するっていうのは、まあ、非常に重要なわけです。で、そういうのはですね、皆さん、その数値計算とか数値解析においては、いろんなところで、いろんな例を通してですね、どういうふうにそういうのを解析するのかってことをやったりしたとは思うんですけども、ここではですね、この確率的な話、これですね、この N を大きくするとどうなのか、これをやっていきましょうということになります。で、それをやっていきます。で、先ほど言っていたこの X ですね。X1 プラス、点点点プラス、XN とします。まあ、これよく出てくるからこうすると。で、知りたいのはこれですね。真の値、知りたい値 P と、今、アルゴリズムで、出力しているこの N 分の X っていう値がこれどれだけずれるのかってことを知りたい。で、それをですね、どのように見つけるのかっていうと、そのずれが、エプシロン2番となる確率。これですね。これを知りたいというような気持ちでやってきます。ね。だから今、この、N 分の X と P の差の絶対値。これがその、まあ、ずれなわけです。このずれですね。で、それが、イプシロン未満ですよっていう書くことになってほしいと。だから、まあ、イプシロンっていうのは、まあ、そのすごく小さな値。だから0.1とかですね。もっと小さな値。0.00001とかですね。そんなような、値だと思ってください。で、まあ、その値が小さければ小さいほど、N 分の X っていうのが、まあ、こう P に近づいているというふうに、まあ、思うわけです。で、場合によっては、この N 分の X っていうこの確率変数が、その P に近くないことがあるかもしれないので、ここではその確率を考えですね。このイプシロン未満に収まる確率を考えましょうと。で、もちろんですね、これ1になってほしいんですけども、1になるとは限らないので、これが小さく、これを小さくしたい。ってことになります。で、まあ、この確率は、とりあえず求めたいということになります。で、まあ、求めたいんですけども、ここですね、マルコフの不等式っていうのを使っていこうと思います。マルコフの不等式はよく出てくるんですけども、まあ、一応もう一度書いておくと、なんかこんなような形の不等式でしたと。こうですね。で、ここでも t とか z は何なのかとか全然言ってませんけども、z っていうのは、非負確率変数で t は正の実数です。ことでしたね。で、これがマルコフの不等式で、で、これを使って考えていきましょうと。ということになるんですけども、そうするとですね、今、ここの、この不等式の、不等号の向きが、このマルコフの不等式で使う不等号の向きと違うので、まあ、これをまず揃えましょうと。で、揃えるために余事象を取ります。つまり、この誤差がイプシロン未満ですよっていう、確率は、1マイナス誤差がイプシロン以上ですよっていう確率に等しいので、こちら側考えましょう。で、こちら側に対してはこれが使えるということになります。で、やってみると。で、そうすると、そのままやると、これですね。この確率っていうのは、このマルコフの不等式から、イプシロン分の、この誤差の期待値、以下であるというふうに言えます。ですかね。で、そうすると、この分子のですね、この誤差が、この誤差の期待値ですね。この誤差の期待値。これが分かれば、嬉しいな、と思うわけですね。しかしですね、この絶対値はですね、これいつもこれ厄介者なんですよね。厄介者。大変です。うまく扱うことができないというか、まあ、扱いにくいものなので、この絶対値を扱う代わりに、この絶対値の2乗を扱いましょう。で、そうすると割とですね、計算が楽になってきます。だから、それをするためにこうしてみると。今、この誤差がエプシロン以上だって確率考えるんだけども、それは、この誤差の2乗がエプシロンの2乗以上ですよって確率とこれ同じです。ですね。これ、今これ、エプシロンはこれ、0よりも大きいと思ってください。ごめんなさい。まあ、そうじゃなかったら、これ、これ絶対値必ず0以上ですから、まあ、この確率無意味になってしまうので、エプシロン0よりも大きいと思ってください。で、そうすると、これ2乗しても、確率変わらないということになります。で、これに対して、マルコフの不等式を適用します。マルコフの不等式も書いておくと、こうですね。で、この z として、この絶対値の2乗を取ってくると。で、今、t の方は y の2乗。
で、そうすると、ここ今、絶対値の2乗になってるんですけども、これ絶対値の2乗っていうのは、絶対値の2乗っていうのが、そのものの2乗と等しいので、計算が楽になるんですね。で、絶対値がなくなると。で、これはですね、これの期待値は、まあ、頑張れば、なんか計算できる気がすると。で、実際します。ってことを今からやってみます。はい。で、それやっていきましょうと。で、今、じゃこれ、これ2乗すると、m 分の x の2乗と、マイナス p かける m 分の x と p の2乗というのが出てくるということになりますね。で、ここで、期待値の線形性を使うと、この期待値の線形性ですね。期待値の線形性を使うと、線形性。線形性使うと、こんな形で分けられると。で、分けられて、なおかつ、今ですね、この部分。この部分が、n の2乗分の1を前に出していると思いますね。今、これ p は確率変数ではありませんから、ちゃんとこの前に出るという形ですね。いいですね。ということで、今ですね、誤差の2乗の期待値。これ知りたかったら、x の2乗の期待値と x の期待値が分かればよいとですね。で、もう一つ x なんだったかっていうと復習すると、x ってのは x1 プラス x2 プラス、点点点プラス xn でした。ってことなので、これでまずは x の期待値考えましょう。そうするとこれは x1 から xn までの和の期待値になりますので、またこれ期待値の線形性から、もう何度も使ったんですけど、これ分かれるということになります。で、そうすると、それぞれの xi、この期待値、これ先ほども計算しました。これ p でした。ので、これ p を n 個足したものは、だからこれ pn になります。ですね。だから x の期待値は pn です。だからここは分かりました。ということになります。ではですね、この x の2乗の期待値、これは何でしょうとなりますね。で、気をつけなくちゃいけないのは、x の2乗の期待値っていうのは、x の期待値の2乗とは等しいとは限りません。等しいとは限りません。そうね。これは、非常に重要な、ことで、よく間違ってしまったりするので、注意してください。だから、この x の2乗の期待値、これはですね、割と、真面目に計算する必要があります。計算する必要があるんで、今からやるんですけども、どういうふうにやるかと。そうすると、今、これ x は、もちろん、x は、これ x1 プラス点点点プラス xn の2乗って形だったので、まあ、これをですね、これ頑張ってこれ展開するわけです。これもう展開するしかない。展開します。で、そうすると、まずこういうですね、そのものの2乗っていうものがたくさん出てきます。x1 の2乗とか xn の2乗とか出てきます。これは、まあ、xi の2乗として出てきて、ですね。で、それが i から1から n までの和になっている。ここでまた、この期待値の線形性これ使ってるんですけども、ちょっと、それは今、まあ、そうだというもんで、ちょっと飛ばします。だから、この2乗の方出てきますね。で、2乗じゃない、この xi、xj ってその異なる ij に対する積っていうのも出てくるんですけども、これは、i が1から n まで動くとき、こっちですね。i が1から n まで動くときに、j も1から n まで動くんだけども、ただし i と j は等しくないですよ、という j だけを考えます、ということになりますね。だから例えば、これだから、n が、例えば3のとき、どういうふうになってるかっていうと、これはですね、初めのところが、x1 の2乗、プラス、x2 の2乗、プラス、x3 の2乗ですね。こういう風になっていると。初めのところっていうのは、この部分ですね。この部分もそうなっている。で、後ろの部分どうなっているかっていうと、これは、例えば、i が1の時に、まず考えると、j として出てくるのは2と3です。だから、x1、x2、プラス、x1、x3 っていうのがまず出てきます。で、次に出てくる考えのこれ、i が2の場合ですね。i が2の場合は、この場合には、x2 なんとかなんですけども、それは、2とは違う j を取ってくるので、それは1と3です。だから、x2、x1 と x2、x3 が出てきます。で、最後に i が3の場合を考えると、それは、x3、x1 プラス、x3、x2、こうなるということですね。こういうことになりますね。で、まあ、実はですね、この x1、x2 の期待値と、x2、x2 の期待値ってのはこれ同じなんですけども、ここでは、違う項として出てきているというのが、この書き方では、ポイントというか、そういうふうになっているというふうに思ってください。だから、ここのですね、この青いところ、今、この n が3の時には、ここ6個の項があるんですけども、一般に、ここには何個の項があるのかというと、i の選び方は n 通りですね。で、各 i に対して j は n-1 通り選び方がありますから、ここにも n×n-1 個の項があると。
という形になります。いいですか？という形で、この、x の2乗の期待値が、このように分解されると。で、そうすると、この xy の2乗の期待値と、xyxj の期待値というのが分かればよいということになります。で、それを次のページでやっていきましょうということになります。はい。ではですね、じゃあ、xy の2乗、これ何の期待値なんでしょうと。で、これは、今、xy っていうのは0と1という値を取るものですよね。xi というのは、0か1の確率、値を取って、で、0を取る確率が、1マイナス p で、1を取る確率っていうのが p だったということだったので、xi の2乗っていうのは何を取るか、どういうふうになってるかっていうと、これは0の2乗っていう値か1の2乗っていう値を取るわけです。で、その確率っていうのは、0の2乗を取る確率が1マイナス p で、1の2乗という値を取る確率が p になります。ちょっとこれ右上だとちょっと顔に隠れて見えないかな。大丈夫かな。ちょっと、パッとわかんないんですけども、これ動かしようかな。こんな感じですね。こんな感じですね。ってことで、それに従って、期待値を計算します。つまり、0の2乗を取る確率は1マイナス p で、1の2乗を取る確率は p です。で、これ計算するとこれ p になります。だから実はですね、xi の2乗の期待値っていうのは、xi の期待値と同じになります。p です。ということなので、この部分ですね。この部分の期待は、というのは、期待値はというのは、これ pm になるということになりますね。で、次。xi, xj の期待値なんでしょうと。で、ここでポイントがあって、xi っていうのは、i 回目に投げる、コインを投げて、その i 回目の時に表が出たか裏が出たかってことを表す確率変数で、xj っていうのは j 回目のコイン投げ、効果投げの時に表が出るか裏が出るかってことを表す確率変数でしたから、この2つの確率変数は独立です。独立なので、この積の期待値は期待値の積に分けられます。ここはちゃんとこの xi と xj が独立であるっていう条件を使ってます。ですかね。これ独立じゃないと、このように分けるってことはできないってことが重要です。例えばですね、上のところ、このところ、これを e の xi、xi っていうふうに、こういうふうに、まあ、これを書くこともできるわけです。で、これを何も考えずに、xi かける、e の xi かける e の xi というふうに、これバラバラに、これはできないわけです。これはできないです。なんでかっていうと、xi と xi は独立じゃないからです。で、もし、これが、イコールだったとすると、これ、結論がこれ p の2乗になったわけですね。これ、両方ともこれ p だったから。で、これは上に、さっき求めた結論とこれ違うわけです。いいですか？だから、こういうふうな、間違った結論を導いてしまうことが、間違った推論によって行われてしまうってことがありますから、これは注意をしてください。で、今、だから上は、だからこの独立じゃないからそうやらなかった。だから、この、まあ、真面目に計算したということになるわけですね。で、一方、下の方は独立なので、それを使ってですね、分けたと。で、そうすると分けると、それぞれの期待値は P だから、全体としても P の2乗になるということになります。ですね。そうすると、先ほどの後ろの方のは、というのは、この部分。この中身が、これ P の2乗。i と j に依存しません。で、それが、n かける n マイナス1個ある。ので、全体として p2 乗かける m かける n マイナス c になるということになります。これでですね、先ほどのページ、前のページに戻って、この部分2つの和、これ分かりましたということになります。で、これをまとめて書くとこんな感じですね。計算したら、この部分、これは pn と p2 乗 n マイナス1の和ですということが分かりましたと。ex、これは先ほども pn というふうに計算しました。ということですね。で、これをじーっと眺めて、ま、整理すると。で、ちょっとこれ、ま、真面目にやってるんですけども、ま、前の方は、ま、n が1個ずつこれ消えまして、という、この感じですね。で、後ろの方もこれ n が消えまして、この感じですね。で、そうすると、この後ろの方、これ、マイナス 2p2 乗プラス p2 乗なので、これマイナス p2 乗になります。で、この部分は、ま、これ、括弧の中2つに分けて、n 分の p と n 分の p2 乗 n マイナス c になると。という形ですね。で、まあ、ちょっとこれ n 分ので統一しましょうかと。n 分ので統一すると、p プラス p2 乗 n。ちょっとこれ2つに分けると展開して普通に分けると、これ p2 乗と。で、マイナス p2 乗 n。こんな感じですね。で、そうすると p2 乗 n これ消えました。ということで、n 分の p マイナス p2 乗と。まあ、これ、まあ、p でまとめると n 分の p、括弧1マイナス p と。まあ、こういうふうに書く必要はないですけども、まあ、この形まで。整理できるということになります。
そうするとですね、まあ、これはですね、N を大きくしていくと、どんどん小さくなる。そういうような量ですね。ちょっとわかりますね。だから、この誤差っていうのは、N を、あ、誤差の期待値は、この期待値は N をどんどん大きくすると小さくなる。ということがわかります。これはなかなか有用ですね。うん、有用ですね。ってことなので、先ほどのアルコフの方式から得られた式の、この左辺が、分子が N 分の P かける1マイナス P になるってことが分かりました。で、分母、イプシロン2乗分の1です。ってことで、何かというと、誤差をイプシロン以上、誤差がイプシロン以上になってしまう確率は、上から、この量で抑えられますよと。で、本来やりたかったのは、何だったかというと、本来やりたかったのは、この余事象なんですよね。N 分の X マイナス P が、イプシロン未満になる確率。これを、これが今、1マイナス、ここに書いてある確率なんですよね。N マイナス、X マイナス、P がイプシロン以上と。ってことは、まあ、これが、こうですね。1マイナス、なんとかかんとか、今書けませんけど、まあ、書けませんとかって言いながら書きますが、こうですね。こういう形になると。で、今、ここの部分ですね。この後ろの部分。この部分は N を大きくしていくと、これ0に行く。うん。行くと。だから、何を言いたいかっていうと、この小さくしたい確率っていう、大きくしたい確率ですね。コスターが小さくなるっていう確率は、N を大きくすると1に近づきます。1に近づきます。で、これ嬉しいわけですね。嬉しいんだけども、このスピードもわかると。N 分のなんとかっていう形で、近づいていくと。1に近づいていく。で、イプシロンに関する依存性は、イプシロン2乗分の1の形になっているということになります。いいですかね。で、特に、例えばですね、これをですね、例えばこれを例えばこの1マイナスデルタ以上にしたい。あるいは、この確率ですね。これをデルタ以下にしたい。この右辺ですね。この右辺をデルタ以下にしたいっていうふうに思うんだったら、ここの部分の式から、N を、どうすればいいかな？これは、デルタ、何だこれ、エプシロン2乗分の1、デルタ分の1かける P、1マイナス P ですね。こうすればいいと。そうすればいいってことがわかりますね。だからこの N をこれぐらい大きくすれば、これぐらい大きくすれば、ここでその小さくしたい、この、誤差が大きくなる、誤差がイプシロン以上になる確率がデルタ以下になりますということが保証できます。だから、いつですか、これ保証できます。だから、これ何度も言うんですけども、数学的に保証ができるっていうのは非常に重要なことで、これによってですね、我々のこの安心安全、いろんなものが得られるということになるわけです。で、まあ、そうであってもね、これはその確率を抑えることはできないので、この確率から外れてですね、この誤差が、大きくなるということが、まあ、起きてしまうことはあるかもしれないんだけども、それがですね、どれぐらいの頻度というか、その確率で起こるのかってことが、ちゃんと、保証されるってことは重要なことになります。ですかね。だからもう一回言いますね。で、これが結論です。誤差がイプシロン以上になる確率ですね。誤差がイプシロン以上になる確率をデルタ以下にするには、N をこれぐらいの大きさで取ればよいと。になります。ですかね。という形で、そういう保証が得られるということになります。よろしいでしょうか。で、ちなみにですけど、ここに書いてあるこの不等式ですね。不等式。これはですね、このチェプシフの不等式そのものです。あれですね、ランダムグラフの時の回、2回前ですかね。この時にチェプシフの不等式紹介しましたけども、まあ、その時とこれやってることは同じですね。まあ、この、導出においては同じ。で、まあ、そこではですね、あそこではこの、ここに出てきたもの、まあ、これがいわゆる、あれですね。分散になっているというような、まあ、話もしたわけですけども、まあ、そういうような形になってまして、まあ、それをここではですね、また使っているということになります。うん。だからまあ、そのチェブシフの不等式っていうのは、この、まあ、この誤差をですね、誤差を抑えるときに、まあ、よく使えるような話にもなっているということになります。で、ここまでよろしいでしょうか。で、まあ、これでですね、このモンテカルロ法、あるいはですね、この、確率の推定というのが、まあ、このようにできて、このような形で N、コイン投げを行う回数っていうのを決めてあげると、ちゃんとこの保証ができますよということが言えることになります。で、
一応ですね、この式見てみると、まあ、これ P っていうのは我々知らない値なんですけども、これはまあ定数です。で、このイプシロンとかデルタっていうのが、ですね、イプシロンとかデルタっていうのが我々が決められる。例えばこの誤差をどれぐらいにしたいなとか、誤差が大きくなる確率をどれぐらいにしたいかなとかっていうことは、自分でですね、決められるわけです。その推定したい P というのをどれぐらいの精度、どれぐらいのこの角度で、知ってるかによってこう決められるわけです。で、それによってこの N というのはこう決まっているということになります。で、そうすると、このですね、値っていうのは、この値っていうのは、イプシロン、あ、いや、いいかな。このように、式が求められたんですけども、ではですね、この式、で、与えられるこの N っていうのは一番いいものなんでしょうかってことが気になるわけです。で、皆さんはですね、こういうことをですね、いちいち気にしてほしいわけです。今、このような方法で N、この投げる回数っていうのが、こう、定まったわけなんですけども、もしかしたらこれよりも良い方法はあるんじゃないかっていうふうに、まあ、常にですね、いろんな方法を考えるとき、あるいはですね、いろんな方法を学んだときにはですね、思ってほしいわけです。で、思ってほしいんです。で、今からする話は何かというと、実はあるんです。で、これはですね、驚くべきことなんですね。我々できるのは、コインを投げることだけなんですね。で、工夫をするところは何かっていうと、そのコイン投げを行った、その結果をですね、どのように処理するかということだけなんですよ。で、処理の方法としては、ここでは、N 分の X っていう、まあ、平均を取るっていうですね、非常にこう素直な、考え方を行っていて、で、まあ、これしかないかなっていうふうに思うんですね。そのデータの処理の仕方として。しかし、違う方法を行うことによって、この回数よりも少ない回数の、コインを投げることによって、ここで言ってこの誤差がエプシロン以上になる確率をデルタ以下にできます。ではですね、それをやっていきましょうというのが次の話です。で、まあ、それが今日の残りの話になります。で、まあ、ここまではまず、まあ、押さえてほしいということになります。よろしいですか？ここまででも十分、すごいんですけども、今からそのもっとそういうすごい話になるということになります。で、そうですね。だから今、もう一度、まず、今まで言ったことを言います。だから疑問はこれですね。この単純なアルゴリズムよりも良いアルゴリズムはないのか。良いアルゴリズムっていうのは、今言っていたのは N として、イプシロン、ちょっとなんか曲がったので、ちゃんと待つ。イプシロン2乗分の1、デルタ分の1、P かける1マイナス P と。こういう形になってるわけですけども、これよりも少ない、小さな n で同じような保証は得られますかということになります。で、それをやっていくのが次の話で、これがこの中央値トリック、メディアントリックと呼ばれるアルゴリズムというか、まあ、データの整理法です。で、まずですね、どういうものなのかってことを先にご紹介します。方法をご紹介します。で、こういうものです。で、これはちょっと言葉で書くとこんな感じでややこしいんですけども、まあ、実際ややこしいんですが、どんな感じか説明します。N 回投げるとするんですけども、この N 回っていうのを、なんだろうな、これはだから、2K-1 個に分けます。2K-1 個に分けます。だから2、まあ、これ 2K-1 って、これ奇数にしたかったから、これ 2K-1 というふうに書いてるんですけども、それはいい、このなんか、この何回か投げるんですけども、で、これ、まあ、投げた結果、を、こういうふうに書きましょう。こんな感じで書きましょうと。ちょっとずらしますね。で、何をするかっていうとですね、何をするかっていうと、これをですね、分けるんです。今これだから、これ N が何の場合かを、にしたいかっていうと、N が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15ですね。15。で、ですね、2K-1 を3にして、t をですね、5にしたい。そうすると、2K-1 かける t というのが15になりますね。で、どうするかっていうと、今ですね、今 2K-1 っていうのがあるので、この個数に全体を分割します。全体を分割します。だから、これはだから3つに分割します。こんな感じで。3つに分割します。これは、2K-1 個で、2K-1 個に分割します。で、何をするかっていうと、このそれぞれに対して先ほどやったことをします。この平均を取ります。それぞれのグループには t 個あるんですけど、t 個ね。t 個のこの、
t 回のコイン投げの結果が出てるんですけども、それの平均を取ります。で、その平均をここでは y っていうふうに呼んでます。だからここで、y1、y2、y3 っていうなんか、値が出てきます。それはこれですね。ですかね。で、何をやるかっていうと、この y1、y2、y3 っていうのが出てきたら、それのメディアンを取ります。中央値を取ります。だから出力は y なんですけども、それは、これは y1、y2、y3 の中央値です。で、中央値っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、まあ何かっていうと、これ、その、3つの値をですね、こう1列に並べたときに真ん中に、あ、3つですね、小さい順に並べたときに真ん中に来る値です。まあ、例えば今、ここですね、51624というのがあったら、これは小さい順に並べると、12456。ですから、この真ん中にある4っていうのが中央値になるということですね。よろしいですか？で、こういう、形で、データの整理をして、この y というのを返すということにします。いいですか？で、これをやるんですね。で、こうすると、実はですね、投げる回数が少なくて済むということになります。最終的に。で、それやっていきましょうと。つまり、この y というのが p から y と p の誤差がエプシロン以上になる確率をデルタ以下にしたいを満たす n はってことをこれが知りたいわけです。で、これが先ほどの、普通のモンテカルロ法の場合にはエプシロン2乗分の1かけるデルタ分の1かける p かける1マイナス p というふうになってるんですけども、それよりもですね、この n がですね、小さくなります。こうすると。こうするとではこのように行うと、このように y を作ると、実際になります。なんでかってことを今からやっていきますね。で、まず、この方法がどんな感じなのかってことをまず理解してほしいですけど、でもこれいいですかね。ちょっと、こんな感じ。これをですね、まあいいや。プログラム書けるんで、まあ、これ後でシミュレーション お見せしますけども、プログラムで実際皆さんやってみるといいと思います。はい。それでですね、先ほど言った通り、次が成り立つ n が満たす条件を見つけたい。これですね。これが成り立つように N を定めたい。N ではその全体でコインの投げる回数ですね。で、さっき言っていたみたいに N というのは 2K-1 かける T という。2K-1 っていうのがそのグループの数で T が各グループに含まれるそのサンプルの数っていうことになってるわけです。で、そうすると、まずその各グループにおいては先ほどやったその普通のですね、モンテカルロ法、単純なアルゴリズムを実行しているので、そこにおいては、各グループにおいては、この yj ってのはその各グループにおける平均だったので、その各グループの平均が p からずれる確率、あ、p からずれる、その誤差がエプシロン以上になる確率っていうのは先ほどと同じ形にすると、先ほどと同じ、ことをやると、先ほどの式からこれが出てきます。で、ここではその t 回で上げてますが、先ほど n だったところがこれ t になってます。ということですね。だからその各グループの位置はこれが成り立つということになります。で、まあ、ちょっとここは、技巧的というか、まあ、都合で、今だと、例えばこの t っていうのを、このグループのサイズをこういうふうにするって、ちょっとこれは今固定しましょう。で、これ固定したときに、この、2k-1 の方をどれぐらい小さくできるのかということを考えることにします。だから今、t っていうのは、エプシロン2乗分の 8×p-1-p とします。で、そうすると、まあ、こう t 分の1っていうのが、この、逆数以下になりますから、この部分のその t に、あ、t 分の1にそれを入れると、イプシロン2乗分の1かける、p かける1マイナス p かける、8分の1、p かける1マイナス p 分のイプシロン2乗となりますね。で、そうするとここら辺こう消えると。で、8分の1残ると。という形になるので、この誤差が、イプシロン以上の確率は8分の1以下になります。まあ、こういう形になります。まあ、この8っていうのはそんなに意味のある数値ではなくて、まあ、後から出てくるある数値があるんですけども、まあ、そことの兼ね合いで今8にしてます。まあ、適当に大きな定数だったら何でもいいです。で、まあ、8で十分ということになります。で、これ後で使います。で、これがその各グループにおける、このまあ誤差の評価になるわけです。で、やるのはですね、この yj、が、その y1 から yt、y2k-1 まであるんですけども、それらの中央値を取るっていうのがこのアルゴリズムでした。ので、そのまあ、
中央値をですね、考えてるわけですね。で、今ですね、まず、何をするかっていうと、今、Y1 から、点点点。y2k-1 っていうふうに、この今 2k-1 個のサンプルがあるわけです。あ、2k-1 個の、値があるわけです。値というか、まあ、これ確率変数なんですけども、確率変数って書いた方がいいですね。値じゃなくて。確率変数があるわけです。で、アルゴリズムとしては、これらの、中央値を考えるんですけども、まず、そもそも、この、2k-1 個の中の、に、どれぐらい、まずいものがあるんでしょうか。まずいものって何を言ってるかっていうと、その誤差が大きいものです。誤差がエプシロン以上になってしまうのはどれぐらいあるのかってことを、まず、評価したいと。で、一応あんまりないですよってことを言いたいんですけども、稽古の、少なくとも稽古の、まあ、稽古ですね。稽古の、そういう GJ に対して、その誤差が大きくなってしまいますよっていう、そういう確率を考えます。で、そうすると、これは、例えばですね、さっきの言っていた、2k-1 が、さっきの例は3の時の例で言うと、これ y1、y2、y3 というふうになるわけです。で、この時 k は、これは2なわけですね。何を言ってるかというと、2k-1 が3の時には k は2になってるんですけども、で、そうすると、まあ、この稽古の J に対してこれが成り立つっていうのは、これは、どういう意味かっていうと、これは、Y、稽古の J っていうのが、Y1、Y2 の時には、Y1 マイナス P がイプシロン以上かつ、Y2 マイナス P がイプシロン以上って、こういうことが成り立ってることになるわけです。でも、そうじゃない、稽古、の数字に対してこれは成り立つこともあるので、で、それは、この確率においては、またはで繋がることになるわけです。で、それを書くと、または、どうも先に書きましょうかね。y1 マイナス p の絶対値がエプシロン以上かつ、y3 マイナス p の絶対値がエプシロン以上、または、y2 マイナス p の絶対値がエプシロン以上かつ、y3 マイナス p が、イプシロン以上。で、最初はイプシロン以上。まあ、こういう形で、この、確率っていうのはこれ書けるわけです。ですかね。だからこれは、または結ばれてるわけですね。または結ばれてる。ってことが、これは重要なんですね。で、そうすると、この確率っていうのは、このそれぞれの、このまたはで結ばれてる、これそれぞれの事象の確率の和以下になります。で、これがこの下に言ってるこの合併除外ってものですね。この A または B とかっていうふうに書けるようなもの。まあ、これ、まあ、これをまたはって言うんではいきませんけども、まあ、A ユニオン B と書けるような事象の確率は A の確率かけ、足す B の確率以下になるということですね。ですので、このまたはで分けたら、足し算で不等号が出る。で、ここもこの不等号でこれ、分けましょうということになります。で、そうすると、ここではこう、3つ出てきてですね。だから3つ出てきていて、3つ出てきていますね。だから、ここでは、3倍、そうか。ちゃんとやらなくちゃいけないかな。ちゃんと、これ、ちょっとこれ、ちゃんとやりますね。だから、ここは、何になるかっていうと、確率、これですね。まず、この確率ですね。この確率、全部、ちょっと、待ってくださいね。ちょっとなんか、なかなかうまくいかないですね。難しいですね。ちょっと待ってね。ここだけを選びたいんですけど、そういうことはできないですね。そういうことできないんで、ちょっとこれは諦めて書きます。諦めて書くことにして、そうするとこれはここに書くと足りないから、もう少しちゃんと場所を作って、こっちですね。これはですね、はじめの、y1 マイナス p の絶対値がイプシロン以上かつ、y2 マイナス p の絶対値がイプシロン以上。まあ、確率プラス、時間足りるかな？これ書いてると時間足りなくなるかもしれない。y1 マイナス p の絶対値がイプシロン以上かつ、y3 マイナス p の絶対値がイプシロン以上。プラス、もう一個ですね。これですね。この部分ですね。この部分が入っていくと。この部分が入っていくと。これが出せないわけです。で、そうすると、これなんか3つのものの割になってるんですけども、それぞれどうなるかっていうと、これ、この1つ目、これは、数で結ばれてるわけです。
で、かつて結ばれていて、かつて結ばれている二つの事象っていうのは、これは、独立です。独立な事象です。その、初めの、その T 回の、コイン投げと、その後の T 回のコイン投げ、これ独立ですから、この確率っていうのは、これは積になるわけです。絶対値 y1 マイナス p がイプシロン以上かける、y2 マイナス p の絶対値がイプシロン以上って、こういうことなわけですね。で、先ほど、ここの一つの確率、これは、8分の1以下だっていうふうに言ってました。ので、それが2つあるので、8分の1の2乗以下になります。ちょっと前のページに戻りますね。この1個の確率、これは8分の1以下だというふうに言っていたので、それをここで使ってます。ですか？で、同じことが、この残りの二つのところにも言えるので、これ全体で、だからこれ、この分けた、それぞれ、これどれも、これ8分の1の2乗以下になります。ということなので、これ全体としては、3×8 分の1の2乗以下になります。いいですか？ で、これは、K が2の場合です。なので、K が一般の場合、K が2じゃなくて3とか4とか84とかそういう時にはどういうふうになるかっていうと、まずこの K、この J を選ぶですね。この、またはこれ分割されてるんですけども、この分割されてるこの個数はいくつなのかっていうと、これは 2K1 マイナス中枢 K になります。2K マイナス1個確率変数があって、その中から K 個確率変数を選んできてるわけです。で、その、方法は全部で 2K マイナス1中枢 K になります。で、そのそれぞれに対して、8分の1の形状ですね。形状。ここに括弧でこれ、稽古が並んでますから、8分の1の形状が続いてきて、不等式が得られるという形になります。いいですか？ということで、ここの不等式が得られます。稽古の J に対して、この誤差がイプシロン以上になる確率は、これ以下になります。これ以下になります。ですかね。で、この式。やっぱりですね、この、二項係数があるところ、ややこしいので、ちょっとこれを整理しましょう。整理するで、変形していきます。で、こんな感じします。今の公式これですね。で、二項係数に対して上階っていうのがありました。で、これちょっと第一回の講義の内容だったんです。これ思い出すと。で、まあもちろんこういうのは忘れていいんだけども、調べて、思い出してもらえれば、その自分で導き出せればいいんですけども、A チューズ B っていうのは、これですね。B 分の EA の B 乗以上であると。あ、以下である。以下であると。という形で、かけるってことが、初回やってましたので、で、それを、ここの、二項係数に対して、使いましょうと。ですね。B が K ですね。で、A が 2K マイナスですね。で、そうすると、どうなってるのかっていうと、ちょっとここでいろんな計算をやってますけども、ちょっとここの間、ちょっと飛んでるんで、ちょっとここを埋めると、今ですね、2K マイナス1を、2K で置き換えると、これは K 分の E かける 2K の形状かける8分の1の形状。こうなりますね。こうなりますね。で、そうすると、この K が消えます。あ、相殺します。ので、これは、そうすると、8分の 2E ですね。の形状になると。で、それがこれです。いいですか？いいですか？で、そうすると、まあ、これ2、ちょっとこれ、まあ、約分できて、4。そうこれ、まあ、4分の E になりますね。で、E っていうのは、まあ、3未満なので、まあ、E っていうのは2.8ぐらいでしたっけ？ 2.7 ぐらいかな？ 2.7 と8の間。なので、これ上で3、上から3で押さえると、まあ、4分の 3K 未満になると。まあ、別にこれ上から押さえる必要はないんですけども、ちょっと見た目が、E よりも3の方が簡単なので、3にしてます。以外です。はい。で、まあ、重要なのは何かっていうと、ここの最終的に、これ何とかの形状が出てくるんですけども、これがですね、この何とかの部分が1未満であるということです。1より真に小さいということが重要です。で、まあ、そうなるように、この先ほどのこの8っていうのを選んでるというふうに思ってください。だから、別に8である必要はないんですけども、まあ、8にしてます。はい。ということで、先ほどの確率は4分の3の形状未満。先ほどの確率、これですね。これ。これは4分の3の形状未満だと思いました。で、まあそうすると、このなんか、二項係数があった式よりも、なんか割とシンプルになって、見やすいなって気になりますよね。で、なったんで、まあそれを使っていくということにします。で、ここで、演習問題があります。何かというと、今ですね、Y というのは、先ほど言っていた、Y っていうのは、y1 から y2
2K、Y が書けなかった。Y。Y。2K マイナス1の中央値でしたと。で、その中央値が、と P の誤差がイプシロン以上な確率はいくつでしょうと。いうことを知りたいんですけども、それは実は、これですね。こう言っている、先ほどのこの K 個の J に対して、誤差がイプシロン以上になる確率以下ですよ、ということが言えます。これが演習問題です。で、これは中央値の性質を使えばわかる。で、下に書いてあるのは、イメージ図です。イメージ図。例えば今これは1、2、3、4、5、6、7、8、9個。9個あるんで、これ 2K-1 が9である時の図です。2K-1 が9なんで、これ K が5ですかね。K が6です。K が5。だから、何かっていうと、中央値っていうのは、この、Y1 から Y2K-1 の中の、5番目に小さいものですね。で、5番目に小さいものっていうのは、今、ここに書いてある。この図で言うと、ここですね。ここになってますと。まあ、5番目に小さいものと5番目に大きいものと同じなんですけども、ここになってますと。だから、その K 番目に小さいもの、K 番目に大きいものがメディアンです。で、今、この図では、このメディアン、この Y っていうのが、P から、あ、だから今、このメディアン、これは Y なんですけども、この Y と P の誤差が、イプシロン以上、イプシロン大きい状況を書いてます。ですかね。で、イプシロン大きいときには、これ何が起きてるかっていうと、メディアンよりも大きい要素、っていうのも全部、この誤差が、イプシロン以上になってるわけです。ですか？だから、メディアンが、メディアンと P との誤差が、言ったっけな、メディアンが、P よりもイプシロンだけ大きい。イプシロン、なんて言うんだろう。メディアンと P の差が、イプシロンよりも大きいとき。で、なおかつメディアンが、P プラスイプシロンよりも大きいときっていうのは、メディアンよりも大きい要素っていうのは全部この P プラスイプシロンよりも大きいわけです。で、じゃあ、ここに何個あるかっていうと、ここに何個あるかっていうと、これ、K 個あるわけです。だから、こういうときには、K 個の J に対して、この誤差がイプシロンよりも大きくなるってことが起きてます。っていうようなことを考えて、この演習問題、解いてみてください。で、この不等式やります。この不等式になっているところが重要ですね。だから、この不等式の向きをちゃんと考えて、演習問題。組んでもらって、そうするとこれ得られるので、で、これ先ほどの、計算から4分の3の計上未満だということがわかります。つまり、これですね。誤差が、このアルゴリズムの誤差がイプシロン以上になる確率は4分の3の計上未満になります。だからこれ非常に小さいと。だからこれもその K を大きくしていけば、これは0に行くんだということがわかります。ですね。で、問題はそのスピードなわけです。で、例えば、K を4分の3とするデルタ。対数ですね。ログ4分の3デルタ以上とすると、この4分の3のところの、この K をこれで置き換えると、これ4分の3の形状はデルタ以下になります。いいですかね。ちなみにちゃんと言ってないかもしれませんけども、これデルタっていうのは気分としては1未満です。1未満です。だから、これ t も1未満なんですけども、このログ4分の3デルタっていうのは、ちゃんと、1以上の数値になります。1の数値になるって言い方がいけないな。デルタはこれ十分小さいと思ってるんですけども、十分小さいと思ってると、このログ4分の3デルタっていうのは、ちゃんと1以上になります。ってことで、これ得られると。つまり、何かというと、このように置けば、小さくしたかった、確率をちゃんとデルタ以下にできますということになります。で、これで OK です。で、そうすると今ですね、N っていうのは何だったかっていうと、N は 2K-1×T というふうに置いてたわけですね。で、T が何だったかってことは次のページに出てきますけども、K が、このログ4分の3デルタ以上ですから、まあ、それに合わせてこの 2K-1 っていうのをまあ定めてあげられるということになるわけです。で、これで結論が得られます。つまり、先ほど定めていた t とこれですね。t は、イプシロン2乗分の 8p1 マイナス p となります。以上で、k 今は定めた値、ログ4分の3デルタ以上とすると。で、そうすると、先ほど言っていた誤差がイプシロン以上になる確率をデルタ以下にできるということになります。
ですね。で、そうすると、これちゃんとやると、n は何だかというと、2k-1×t。なので、t はこれですね。で、2k-1 の k はこれです。で、まあ、定数は気にせずに、オーダーだけ気にすると、イプシロン二乗分の1がありますと。で、p×1-p、これありますと。で、ログの部分は、これは、デルタになるんだけども、これ t が1未満なので、これ、なんだろう、1よりも大きくするような形で書くと、これログデルタ分の1になりますと。ですね。いいですかね。ということなので、なんでしょう。なんでしょうじゃないな。これで、こんだけの回数なければ、これですね。誤差の、が、イプシロン以上の確率をデルタ以下にできるということになります。まあいいでしょうか。で、これと先ほどの普通のモンテカルロ法、単純なアルゴリズムを比較したわけです。単純なアルゴリズムで投げた効果の回数はこれでした。ですね。で、そうすると、これとですね、これをですね、まあ、で、見比べてほしいわけです。ちょっとね、定数の部分ちょっと無視する。あ、そうか。ちゃんと言ってなかったので、もう一回やりますね。これ、オメガ記号。これはですね、オーダーを表す記号です。オーダーを表す記号です。ちゃんと言ってなかった。すいません。で、オーダーを表す記号って皆さんよくその、を、なんとかっていう書き方をするというふうに、思うと思いますし、そういうことを習ってきた。あるいは、この授業でも、3回目ぐらいの授業かな。の時に、紹介をしたんですけども、こちらはですね、この O っていうのは、これ、上階をオーダーで表す記号だと思ってください。で、こちらの方は、オメガの方は、下階を表すと思ってください。まあ、これちゃんと定義してないからいけないんですけども、まあ、ちゃんとした定義はこれしないことにして、まあ、気分ですね。下階をオーダーで表すときには、オメガを使うということになります。で、まあ、そういうふうに思ってください。だから、で、まあ、これで定数を無視してる。で、そうするとですね、この定数を無視して、ここの部分と、この部分を比べると。で、そうするとこれはですね、どうなってるかっていうと、この前の部分ですね、このですね、イプシロン二乗分の p1-p、この部分は同じなわけです。で、後ろが違うと。後ろがログデルタ分の1なのか、デルタ分の1なのか。で、これが違うわけですね。これがもう大きく違う。で、これだいぶ減ってると。だいぶって何なのかって。まあ、これって、定数無視してるとかって言ってるんです。あんまり良くないかもしれませんけども、このまあ、ログが、定が10だとして、ログ、10のデルタ分の1だとすると、例えばですね、デルタが、0.000001 の時、デルタ分の1っていうのは、だから、書かないで、これはだから10のマイナス、123456。またさ、ちょっとこれやってた、間違いそうなんで、ここが、123456ですね。だからやっぱり6で、10のマイナス6乗ですね。の時には、デルタ分の1っていうのは、これは10の6乗なんですけども、ログ10のデルタ分の1っていうのは、これ6ですね。だから10の6乗回繰り返すのと、6回繰り返すのと、全然違うということになるわけです。いいですか？これだからだいぶ減ってます。で、もう一度言いますね。効果を投げるってことしか我々できないわけです。できないんですけども、このデータの処理の仕方で、これぐらいの、違いが出てくるということになります。だから別に言うとすると、同じ回数投げるとすると、これぐらいですね、その確率が変わってくるということになります。で、実際やってみましたと。ちょっと実験してみましたと。これお伝えすると。で、これは、まあ、皆さんもこれプログラム書けると思うので、実際にやってみてほしいんですけども、まあ、あるいはですね、本当に効果投げて やってみてもいいかもしれないですけど、ちょっとですね、大変なんでやんないと。で、一応ですね、どういうこと、p としては先ほどのその、初めにやったそのモンテカルロ法ですね、その、4分の π っていう、この、正方形の中からですね、その円に入ってるかどうかってことを確率で、決めるというのを、模擬してます。シミュレートしてます。で、一応これ4分の π、数値としては 0.785398 ぐらいになります。で、イプシロンの方はこれ 0.1 で決めます。イプシロン何だったかっていうと、もう一回言うと、
誤差が、今やってるのは誤差が、イプシロン以上になる確率をデルタ以下にしたいこういう設定でしたね。で、このイプシロンは0.1にしています。だから、この P として、この推定される値としては、0.88から0.68ぐらい。その間にあればよいという。これかなりイプシロンとしては大きな値を取っていると思ってください。で、ちょっとこれ大きな値にするのはちょっと後のこの見せ方の都合で、これすごく恣意的にやってます。すいません。このやり方恣意的です。恣意的です。恣意的です。すごく恣意的です。で、イプシロンはこれで、デルタの方は、10のマイナス3乗、10のマイナス11乗、10のマイナス19乗っていう3パターンあります。で、t と k っていうのは先ほどその中央値トリックの時に定めたような値、ギリギリでやってます。で、何かっていうと、t の方はイプシロン2乗分の 8p かける1マイナス p 以上っていうふうに言っていたので、まあそれを、これはまあ整数じゃないんで、それを整数に切り上げたものでやってます。で、k の方は、ログ4分の3デルタで以上っていうふうに取るっていうふうに言っていたので、それの、切り上げの値として整数で取ってます。で、n は 2k マイナス1かける t っていうふうに先ほど定めた値のその下ギリギリのところで取ってます。で、何をしてたっていうと、各アルゴリズム100回実行してます。あ、100回実行してたのは何かっていうと、この n、2k マイナス1マイナス t 回コインを投げるっていうのを、100回やってます。100回やってます。で、その100回それぞれに対して、この単純なアルゴリズムでデータを整理した場合と、中央値トリックを使ってデータを整理した場合の推定値ですね。だから単純なアルゴリズムの場合は、その n 分のラージ x という値。中央値トリックの場合は y という値。各変数のそのサンプルを、計算して、次の図ではプロットしてます。で、それを100回やって、そういう、100個のプロット、100個の点のプロットがあるという形になります。まあ、実際見てみますね。こんな形になりますと。今、これデルタを10のマイナス3乗とすると、そこから計算できた、n は、3149になりました。で、つまりですね、3149回コインを投げるというのを100回やってます。で、この1個1個の点、プラスですね。これが、その3149個のコイン投げを行って、得られた結果の整理の結果です。整理先です。で、何を書いたかっていうと、横軸。これが単純なアルゴリズムです。普通のモンテカルロ法で、推定された値です。で、同じものに対して、縦軸は、これメディアントリック、中央値、トリック、2回目の方法ですね。普通の方法の方で、データを整理した結果です。で、どういうふうに見るかっていうと、この図は。だからその一つ一つの点というのが、3149回投げた結果を整理して得られたもの。で、違う二つの方法で整理しましたと。で、横軸、これはシンプルミンだからその単純な方法で、出てきた値です。で、縦軸は、このメディアントリック、中央値トリックを使って出てきた値です。だから、例えば、この右上のこの、プラスっていうのは何かっていうと、この3449回投げた結果においては、普通のアルゴリズムでは、その推定値として、まあ、0.798ぐらい値が出てますと。ここですね。出てますけども、このメディアントリックの方では、0.792ぐらいですね、の値が出てきてますということになるということです。で、この格子は何なのか この黒線は何なのかとなんですけども、この、この真ん中の線だよね。この線。この線。この線は、実際に推定したい量です。推定したい値です。だから、この線に近ければ近いほど推定値が正解に近いということになります。ですかね。で、そうすると、これ何を表すかっていうと、この、横ですね。単純なアルゴリズムの方を見ると、この、だから、この赤い点をですね、この下にこう遮影してあげて、そこでの値を見てみると、これはですね、だいたいこの0.773ぐらいから0.798ぐらいの間の、ここら辺の間のところにたくさん分布していて、で、中には、この、真ん中ですね。この推定したいこの値に近い値を取るものもあるってことがわかります。一方で、
この、その横に書いてあるこの線ですね。この線は、この、真ん中の本当に推定したい、これがですね、その P って値を表しているんですけども、そこからですね、マイナス10分のイプシロンかな。で、こちら側がプラス10分のイプシロンだけ、離れた、そういう区間を表せてと思ってください。で、本来は我々は、なんだっけ、誤差がイプシロン以上になる確率をデルタ以下にしたいっていうふうに言っていたんですけども、実は先ほど言った通り、イプシロンがすごく大きいんで、これ100回やってるんですけども、100回中ですね、すべての、回で、この誤差がイプシロン以上になる確率、あ、誤差がイプシロン以上になることはありませんでした。だけども、だからこれを、この図では、イプシロンではなくて、10分のイプシロンを書いてるんですけども、これを見ると、何がいるかっていうと、この単純なアルゴリズムの方では、誤差が10分のイプシロンを超える回数が、まあ、1、2、3、ここは5個ぐらいかな。だから、まあ、全体、100回中8回ぐらいは起きたということがわかります。いいですかね。で、同じデータを、この中央値トリックの方で処理するとどうなったかというと、それが面白くて、何かというと、だからこれはですね、このデータを、こっち側ですね、この縦軸の方にこう遮影してみてほしいということになるわけです。で、そうするとですね、これは面白くて、取り得る値がですね、もう2つしかないんですね。0.91ぐらいと0.7 7、6ぐらい。この2つの値は取らない。この100回ではこの2つの値は取らなかったと。で、この2つの値は、この欲しかったですね、この推定値 P には全く近くないですね。全く近くないです。全く近くないんだけども、100回やったら、この P からの誤差が10分のイプシロンのところにはこれ必ず収まってます。先ほどって言ってるのは、こっちですね。この単純なアルゴリズムの方では8回ぐらいは外れてしまう場合がありましたよというふうに言ってたんだけども、このメディアントリックの方ではもう外れることはないです。10分のエプソンでそこのところが必ず収まってます。必ず収まってるんだけども、P には全然近くない。だからこれはですね、この問題設定に、実は問題設定にちょっと、くないところがあるのかもしれなくて、実際、この誤差をイプシロン以上にする確率をデルタ以下に抑えようと思うんだったら、これ誤差があっても構わないわけです。で、これはこの誤差を許すことを最大限に使ったわけです。誤差を許して、もう P を当てようとは思ってない。この範囲に収まることだけを考えてるわけです。で、範囲に収まることを考えて、うまくやったら、その投げる回数を少なくできましたよっていう、そういうような立場なわけですね。ということで、ここではこの、収まっているという形になります。必ず収まっていると。C、なんだっけ。だけども、この P には全然近くないというような値が得られているということになります。で、これはですね、今これ、デルタを10のマイナス3乗とした場合ですね。で、この数値ちょっと小さくします。小さくするとどうなるかっていうと、投げる回数が増えます。で、今、10のマイナス11乗にすると、N っていうのは今これ11725なんですけども、それをですね、100回行うと、まあ、こんな形になると。で、そうするとですね、何かっていうと、中央値トリックの方では、投げる回数増やしても、もう、取る値がですね、もうほぼ変わんない。もうこれすごくね、なんていうの、頑健性がある、ロバスト。もうこれ頑丈です。N 増やしても全然ほぼ変わんないです、値が。あ、ほぼ全然、この例では全然変わんないです。で、一方で、この、単純なアルゴリズムの方では、取る値、この L 分の X のサンプルっていうのは、だんだんその P に近づいていくっていうのが、これでもわかるわけですね。で、先ほどは、この8個ぐらい、なんか、その外れてる部分があったんだけど、今度はですね、もう2、3個に減ってるってことがわかります。ですかね。じゃあ、もっと増やしましょうと。で、じゃあ、デルタを小さくしましょうと。で、そうすると、今、デルタマイナス19乗、10の19乗、10のマイナス19乗にすると、N が2301なんですけども、そうすると、ま、こんな形になって、ま、ここまでですね、N を増やすと、さすがに、この、
単純なアルゴリズムでも、すべてのサンプルが、ちゃんとその誤差がですね、10分のエプシロンのところに収まるということになります。一方で、中央集約の方法はやっぱり得られるわけですね。先ほどと変わんない。ずっと変わんない。って形になります。だから別の言い方をすると、このメディアントリックですね、中央トリックっていうのは、その、ある値に、この、なんか、その、なんかある、なんか決まった値しか取らないようになってくるんだけども、その値に行くのは、ね、すごく早いです。まあ、そこに収束するとは言いません。収束するとは言いませんけども、なんかその、決まった値に行きやすくなります。で、その決まった値には割と、小さな L で既に行ってしまうということになります。で、一方で、この、単純なアルゴリズムっていうのは、それはそれで、ちゃんとこの欲しい P にちゃんと近づいていってくれるっていう良い性質はあります。けども、この範囲には収まりにくいっていう、そういう性質があるということが、まあ、こういうところからわかる。つまりですね、注意っていう、それあれなんですけども、この中央値トリックでは、その出力が、の期待値が P になるとは限りません。ですね。で、単純なアルゴリズムでは初めに、証明したように、その出力の期待値が P になります。だからこれは不変なんですよね。こっち側だから、アンバイアスと。不変だけども、であるんだけども、下の方は不変ではないと。偏りがある。で、普通ですね、推定量としては、普遍推定量であることが大体求められます。求められるっていうのは、要請されます。そういうのは望ましいっていうふうに思われる、ことが多いので、そういう意味で、この普通の、この単純なアルゴリズムを使うことがよくあるんですけども、先ほど言ったみたいに、この誤差が、誤差がエプシロン以上になる確率をデルタ以下に抑えたいっていう、これだけを目標にするんだとすると、こういうその普遍ではない推定量を使うことによって、そのサンプルの数を少なくすることができるってことがあったりするので、これはですね、まあ、ちょっと気に留めておいてもいい、事実なのかなというふうに思います。つまりですね、我々がその、どのような、その、設定で、ゲームをしてるのかとなんですよね。普遍推定量を作る中、普遍推定量の中を、の中で、その、サンプルの数を小さくするのか、普遍推定量じゃなくても良いものの中で、サンプルの数を小さくするのかってことによって、やれることが変わってくるわけですよね。で、そういうことをですね、この、例では、如実に、見ることができると。見ることができる。観察できるということに、なってるわけです。で、実際、この n を大きくすると、この l 分の x の方は普遍推定量なので、この、p に近づくような値が出てくるというのが先ほどのシミュレーションでも、実験でもわかる。ですけども、この y の方ですね、この中央出力の出力の方は n を大きくすると、この y っていうのは p の近似値に近づいていくだけであって、その近似値っていうのが別にこの p に近いかどうかってことは別の話になるということになるわけです。で、この点は、まあ、この話を、実際に使おうと思うときには注意をしてくださいということになります。のでよろしくお願いします。はい。という形で今日はですね、まとめとして、この確率の推定っていうその、まあ、単純な話なんですけども、そこでですね、どういうことができるのか、特にこの中央値トリックっていうものがありまして、その推定した確率の近似値を少ないサンプルで求めるってことが実はできるんですよと。ということをご紹介しました。で、まあ、いろんな教訓はあったんですけども、ぜひですね、まあ、こういう視点もあるんだってことをぜひ身につけてください。ということで、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。